中日 OB 戦出場について落合福士さんまだお話はありません。これからだと思う。中日ドラゴンズ OB 会が7月25日にバンテリンドームで球団初の OB 戦、ドラゴンズクラシックレジェンドゲーム2024を開催することを13日、発表した。落合博満氏や外国人選手らは OB 会を通じて、交渉中とした。落合氏が出場する可能性について、その窓口となっている長男の落合福士さんは13日時点でお話はまだありません。これからお話があると思うので、待っているところですと話した。ユニフォームは80、90年代に使用したドジャースタイプの仕様で検討されている。試合は午後6時プレイボールの7イニング制で、約60人の OB が出場を予定している。オーナーが許さんでしょ。落合あいつが出るなら俺は出ないよ。中日球団も本当は嫌だろうけど、落合に声をかけなきゃ面白おかしく書かれるもんな。中日ファンからも叩かれるだろうし。結局福士って遺産で食ってるんだな。福士はまあまあ稼いでるよ。落合は選手、監督として中日に最も貢献してるんだけどな。そもそもオファーしたら出るのか？福士は7月25日は別の仕事が先に入ってるからこれから話持ってこられても無理とツイートしてた。始球式だけやってベンチ入りしないのが綺麗なお年女だと思う。ヒゲジジイバージョンで打席に立つ姿は見てみたい。落合はなぜドラゴンズのフロントから嫌われてるの？福士くんはスタートこそ親の意向があったとはいえ、そっから実力でチャンスをものにしたからな。ご視聴ありがとうございました。